これが普通の場合。ところがもしダークマターである超対称性粒子が上の方に現れたとすると、その姿は見えず、エネルギーも観測されません。つまり上のエネルギーと下のエネルギーは一致しないんです。普通は上下でバランスが取れた軌跡を描き、そのエネルギーの合計も必ず一致する衝突現象。見えないダークマターが生まれた場合には、上下のバランスが悪く、エネルギーも一致しません。これがダークマターが作り出された証拠となるというのです。セルンではすでに実に3兆回を超える衝突を観測し、データを蓄積しました。しかし現段階ではまだダークマターの存在を示す証拠は見つかっていません。ダークマターの発見にどうすればたどり着けるのか、研究者たちの議論が続いています。普通の加速器の実験では粒子を加速するだけでも失敗の連続で時間がかかります。ところが私たちはたった1年足らずでデータを取り始められたんですから、非常に幸運だと言えるでしょう。実験はまだこれからだと期待しています。